アルビン・リーはイングランドの歌手、ソングライター、ギタリストである。ブルースロックバンドの10ヤーズアフターでリードボーカリスト及びリードギタリストを務めたことによって最もよく知られている。アルビン・リーはノッティンガムで生まれ、ウォラトンのマーガレット・グレンボット・スクールに通っていた。13歳でギターを弾き始めた。1960年、リーはレオ・ライオンズと共にテンヤーズアフターの核を 形成した。両親のジャズやブルースのレコードコレクションに影響を受けたが、その興味を引き起こしたのは、ロックンロールの登場であった。ウッドストックフェスティバルでのリーのパフォーマンスは、イベントのドキュメンタリーとして映画に収められており、その超高速演奏が彼をスターダムに押し上げるのに役立った。すぐに、バンドは、世界中のアリーナやスタジアムで演奏するようになった。映画は、 リーの音楽を世界中の聴衆にもたらしたが、後に彼の以前の聴衆による精神的な献身と失われた自由を手放したことを彼は嘆いた。リーは西洋で最速のギタリストと名付けられ、1980年代に発展するシュレットスタイルによる演奏の先駆けとみなされた。1978年にオランダターフズチップブレダで演奏する。 アルビンリー・テン・ヤーズ・アフターの成功により10枚のアルバムを共にリリースしたが1973年までにリーはバンドのスタイルに制限されていると感じるようになった。コロンビアレコードに移籍したことでラジオヒット曲 Change the World が生まれたがリーはレーベルが推し進めるポップスよりもブルースロックを好んだ。彼は彼らの2枚目のコロンビアでのアルバム発表後にグループを脱退した。 アメリカのクリスチャンロックのパイオニアであるマイロン・ル・フェイブルと一緒にジョージ・ハリスン、スティーブ・ウィン・ウッド、ロニー・ウッド、ミック・フリード・ウッドをゲストに迎え、カントリーロックの最前線にあると称賛されたアルバム、自由への旅路のレコーディングとリリースを行った。また、1973年にはアルバート・リー、ピーター・フランプトン、ロリー・ギャラガーなど数多くのゲストスターをフィーチャーして、 ロンドンで録音された、ジェリーリー・ルイスの2枚組アルバム、ロックン、ロール・スーパー・セッションに参加した。その1年後、あえて、リーは、ロンドンのレインボー・シアター公演で演奏するために、アルビン・リーカンパニーを結成し、2枚組、ライブアルバム、栄光への秘書としてリリースした。バンドの様々なメンバーが次の2枚のアルバム、パンプ・アイアン、レッド・イット・ロックに引き続き参加した。 1975年後半、ボディドリーのアルバム、栄光のロックンロールジャムにて、数曲でギターを弾いた。彼はドラムに、トム・コンプトン、ベースにミック・ホークス・ワースを迎えた、10 years later という形で1970年代を締めくくり、2枚のアルバム、蘇るライジンとライドオンをリリースし、ヨーロッパやアメリカを広範囲にわたってツアーした。 レアワードのスティーブ・グールドとのコラボレーションによる2枚のアルバムジョン・メイ・オールやローリング・ストーンズの元ギタリストであるミック・テイラーが彼のバンドに参加したツアーなどによって1980年代はリーの方向性に別の変化をもたらした。リーの精力的な音楽活動の結果には20枚以上のアルバムがあり、その中には1987年のデトロイト・ディーゼル、 プロデューサーのテリー・マニングとメンフィスで録音された1989年のアバウトタイムよびズーム1994という1990年代のコレクションが含まれている。両アルバムのゲストアーティストにはジョージ・ハリスンが含まれている。アルビン・リー・イン・テネシーはスコティ・ムーアと DJ ・フォンタナとの録音で2004年にリリースされた。リーの最後のアルバム スティルオンザロードトゥフリーダムは2012年9月にリリースされた。リーは2013年3月6日にスペインで亡くなった。心房細動を治療するための通常の外科的処置後に起きた予期せぬ合併症だった。68歳没。彼の元バンドメイトはその死を嘆いた。レオライオンズは彼を兄弟に最も近い者と呼び、リックリーは 彼の死の現実についてまだピンと来ていないと述べた。ビルボード氏はウッドストックフェスティバルでの I am going home や1971年のヒットシングル I do love to change the world などを画期的なパフォーマンスとして強調した。ありがとうございます。